はい、こんにちは。ブラックスクワット、ブラストでチームデスマッチやっていきます。で、MP7 ですね。もう、毎回 MP7 使っていきます。ブラストね、このマップ結構好きなんですよね。割と、近距離向けというか、まあ、攻撃ポイントもね、ちゃんとあるんだけど、この右側の方。結構ね、ルートも多くて、見るところ多くて、楽しいですね。さあ、こっから上がってくる敵を倒したいが、別のところを見に。さあ、サブマシンガンったらね、ここ強いね。ここ見、まあ、ここ結構いいんだけど、まあ、アサルトライフル持ってる場合は、あそこ攻めたらね、奥にいるスナイパーを狩れるんで、一方的に。だからまあ、あの奥の敵はね、この MP7 じゃちょっと遠くて削りきれないんでね。あの奥までは行かなくてもいいかな。よーし、一人、二人。なんとか、おっとハンドガン持ち替えて倒していく。まあ、この辺がいいかな。この辺でなんか下から落ちてくるやつとか、ロングから攻めてくるやつとかをぐるぐる回りながら倒していくのがいいですよ。こんな感じ。よーし、もう一人いけるか。いけない。基本ここから入っていくのが一番いいかな。近いんで。最短距離でね。攻められてるとき、おっと、左か。やべ、油断してた。結構入ってきたな。で、下から入ってくるところが見えたんでね、もう準備しておきましょう。もう一人、浮けない。さあ、反射神経をフルに活かして、さっと、倒していく。さあ、3人目。よし、行った。で、ここでお掃除していく。さあ、1人、2人、3人いない。で戻って、ボム投げつつ、お、下に、おお、なんかボム当たってるし。いや、最近ね、なんか、基本、イーストアジアか、サウスアジアだっけ。この2つが、ピンが低いんでね、これでやってるんだけど、イーストのはね、なんか部屋が少ないんだよね。あんま人がいないのかな。なんか最近チームデスマッチの部屋も結構少なくなってきてね。最近はしょうがなく、なんつうの、クイックマッチやってるんだけど。クイックマッチだとね、なんか嫌なマップとかにね、当たるのが辛いっすね。まあ、なんだ、なんか、めっちゃ広いマップがあるんだよ。名前忘れたけど、なんか赤い屋根とかがあるよな。なんか城みたいなね。アビゴルだっけ、わかんない。そんな感じの名前。あそこだったりするともうテンション下がる。おっと、ボム当たって、さあ左入っていく。後ろから撃っていく。音、足音聞こえるんで見えてます。さあ頭ぶち抜いて、もう一人。もうこういうね、この近距離ほんと強いんだよね。こういう狭い空間強いっす。MP7。おっと、左の赤点見えたんで、倒していく。後ろ？あ、見えた。そっちから。さあ、久しぶりのエイミング。エイミングって言わねえか。T1 のドットサイトを見て、敵を散らしていく。で、なんかすごいなんかこっち、イケイケですね。さあ、通路、得意の通路で、敵を倒していく。ハンドガンでヘッドショット。弾がもうない。どうしたらいいんだ。あの奥、そう、あいつをね、うわぁ、こういう時にアサルトライフルだったら、って思うよね。で、なんとかスコアもトップ取ってるね。なんとかこのまま押し切りたい。あとな、最近は結構ね、周りの人がすごい強くなってきて、打ち負けることが多いですね、サブマシンガンだと。そう、この MP7 使ってるとね、結構ね、打ち負けることがやっぱ多いね。なんだろう、部屋のキルレートで言うと、
もううまくいけば2から3はいくんだけど、なんか普段はもう 1.5 とか、もうスコアトップ取っても 1.5 とかになったりするね。おっと危ない。フォームが見えている。さあ敵がいるんで、今煙の中、おっといたやられた。そうなんですね。このだんだんスコアがね、下がってきて、まあ別にいいんだけどね、スコアとかどうでも。どうでもいいんだけどね、MP7 使ってるとどうしても下がってくるの。まあ M4 とか AK とか使うとやたら上がるよね、やっぱり。もうなんかひどい。ちょっと雑になってきた、ね。ちょっとちゃんとやりましょうか。まあもう勝てるっていうのは分かってると緊張感がね、なくなってくるんで、せめて何キルかはしておきたい。さあ来い。敵が出てきている。この中か。さあ出てきたところをサクッと一人やって、もう一人行くか。さあもう一人。後ろ振り向いて、あー一人行けない。はい、ということでね、150取りました。MP7 でブラスト。このマップは比較的面白いっすよね。さあ、とりあえず MP7 はこんなもんかな。結構ね、これでも MP7 使いまくったんで、500キルぐらいしたかな、ここの1週間で。ってな感じです。